直行新直の新興期19年うる8月17日は、新朝の三藩の軍人。字は、徳府、白岩と合した。直、柿の次男。兄は、直行中。弟は、正行鷹、直行鷹市、直行節、直行行、直行明、直行明。子は、正鷹市静、正鷹市館。妻は、厚生中の姉妹の講子。 後期十二年に、父の、ナオカキは、故郷の地に帰るため、平南な王の爵位と関東の地を、このナオユキシンに継がせようと願い出た。しかし、これに対して、新朝廷は見事とのりを出して、ナオユキシンら三藩を廃止しようとした。五三家と義兄弟の厚生中は軍隊を出し、ナオユキシンはそれに抗応した。後期十五年、拒兵に反対した父の、なお、 カキを軟禁し、間もなく、父が死去すると、清志に投降して、新軍と共に、ゴー三家を攻撃した。後期十八年、後期帝は三藩を平定して、直行騎士の軍権をそぎ弱体化させた。後期十九年秋八月に、後期帝は、反逆の心ありと疑い、ブル八月に、直行騎士とその子の翔隆か静かを逮捕して、北京に連行して、処刑させたとも、 自殺を命じたとも言われる。去年45、ありがとうございます。